今日県内では新たに1156人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました3日連続の過去最多更新です今日の新規感染者を自治体別に見ますと浜松市で過去最多となる268人静岡市で181人磐田市で71人沼津市で65人御殿場市で49人などとなっています 亡くなった人はいませんでした感染者は全体で1156人県内の1日当たりの感染者数としては3日連続で過去最多を更新しました静岡市は私立こども園で働く20代の女性職員の感染を発表しましたこの職員の感染に関連して職員2人、園児11人が濃厚接触者に認定されています 過去最多を更新した浜松市では、私立学校に勤務する教員2人の感染が判明しました。また、20代以下の感染者がおよそ6割を占めていて、依然高い状態が続いています。県は今日、う、まん延防止等重点措置の適用を国に要請しました。